こんにちは。今日は休日なんですが、仕事が忙しくてね、ずっと仕事してます。でもね、家じゃなくてキャンピングカーの中なんですよ。もう家で仕事しててもね、ちょっと気分がね煮詰まってきてしまうのでね、昨日の夜から、昨日のお昼から車の中にいます。で、車の中にいてね、全然場所も変わらないとちょっと気分も変わらないのでね、昨日からね、実はこれを持ってきてるんですよ。わかります？これ炊飯器。これでご飯を炊いてですね、あと出先でおかずを買って車の中で食べてます。で、移動以外の時間はね、ほとんど仕事してます。昨日の夜も仕事してました。車で移動しながらだとね、少し気分転換にはなりますね。ワンちゃんもね、丸2日間ぐらい外にいるとね、だんだん慣れてくるんでしょうね。目の輝きがなくなってきますよね。普通になってきます。家にいる時と同じ状態ですね。昨日はですね、道の駅豊橋に行ってね、おせんべいを買って、おせんべいバリバリ食べながらね、あとご飯、炊き込みご飯の素を買ってきたんですね。嫁さんも一緒なんでね、嫁さんに作ってもらって炊き込みご飯を食べました。車の中で炊飯器で炊けるのかなと思ったんですけどね、案外炊けました。ご飯を炊いたらどれぐらいバッテリー減るのかなと思ったんですけどね、30アンペアアワーぐらい減ってました。早炊きじゃなくて普通の炊き方ですね。40分ぐらいかけて炊いたみたいです。普通に美味しく炊けてました。外をうろうろするとね、結構食費とかバカにならないじゃないですか。なのでね、丸々っと買うとね、そのまま食費出てっちゃうのでね、ご飯のお供だけ買うようにしてます。もうね、この炊飯器がお友達になってますね。2日間の休日はほとんどね、このパソコンに向かってましたね。移動だけ、気分転換に移動だけして、あとはずーっとパソコンに向かってました。もうそろそろ帰ろうとは思うんですけどね、まだね、1週間ぐらい車の中居続けられるような気がします。水とかはなくなってくるんですけどね、なんか、この環境に慣れてしまうと、結構普通に住めるなというのは感じました。狭いんですけどね、家と比べるとね。でも嫁さんと話してたんですけど、家よりもね、今ヘフヒーターもつけてないんですけど、家よりもあったかいです。充電されてる電気を使うだけなのでね、電気代もほとんどかからないですね。明日からまた新たな1週間が始まりますが、帰りたくない。まあ場所だけの話なんですけどね、家に帰って家の駐車場で仕事してても一緒なんですけどね、外にいた方が気分的になんとなくですけど開放感はありますよね。家の中だとね、本当に引きこもっちゃってね、全然一歩も外に出ないことがあるんですけどね、忙しいとね、1週間家から出ないとかね、トイレに行くぐらいしか家の中歩かないとかね、そういう時もあるんですよね。だけどこうやって外で仕事してると、健康的にはいいような気がします。また、この炊飯器を使った時の模様もね、動画にできればと思ってます。炊き込みご飯の動画になるんですけどね、車の中でも美味しく食べれるよっていうことで、今日はラッシュも来てくれないので、ね、あの辺にいるんですけどね、ラッシュ来ないね。もうお疲れのようです。それではまた、さようなら。